どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は兵士戦法、固有戦法ともの粒将をですね、使って強い編成ができないかという考察シリーズでですね、王兵を見ていきたいと思うんですけども、この武将を使った編成を考えるのは割と簡単だったなという印象ですね。その理由といたしましては、諸の勢力もしくは三聖人で無党飛軍を使う編成というのを参考にできるからということなんですね。で、それらの編成っていうのは結構多いということになってますので、まあその似たような編成ということだったらですね、考えるのも簡単かなといったところなんですね。でですね、一応ですね、秘蔵武将としても登場してて、兵士戦法を固有戦法と持つ武将で秘蔵になってるのって陳頭と王兵だけなんですよ。なんで他の武将に比べてですね、さらに属性を上げやすいという特徴があります。まあ引けたらっていう話なんですけどね。で、一応ですね、コンセプトとしてはですね、ランクアップさえしっかりしておけば、その本来テンプレで使う武将を入れるよりも強くなるんじゃないかみたいな発想でですね、やってる企画ということになってますので、まあ当然ランクアップは前提になるかなとは思うんですけども、もし王兵引きまくってですね、ダブついてるっていう方はですね、よかったらご覧になっていただけたらと思います。よろしくお願いします。で、そしたら王兵の属性を見ていきたいと思うんですけども、武力、統率、知力に関してはですね、平均値より高いっていう感じになってますね。やっぱりその兵士戦法、固有戦法としてる武将って属性が割と優秀っていう印象なんですよね。しかもなんか平均的と言いますか、なんか尖ってないような印象があるんですけども、この王兵も例に漏れず使いやすいという感じがしますね。で、速度に関してもですね、これ55っていうことでだいぶ遅いんですけども、その万能型の計略系の部隊に使うのであれば、まあこれぐらいの速度は許容範囲かなと思いますので、そういった方向でちょっとこの王兵の使い方っていうのを考えていけたらなと思ってます。そしたら無党飛軍見ていきたいと思います。王兵が統率することで、どのようなメリットがあるのかというところもですね、合わせて確認していきたいんですけども、1ターン目に敵軍2人を中毒状態にして毎ターン継続ダメージを与えると。で、ダメージ率 80% 知力の影響を受けるということなんで、まあ最低ラインとして、敵軍2人 160% ですね、 80×2 ぐらいのダメージは与えられるということになってます。で、これのダメージっていうのが結構バカにならなくて、計略ダメージ系の部隊だったらですね、この無党飛軍だけで数千安定してダメージが与えられると。で、さらにバフもかけられるということになってるので、この兵士戦法として非常に優秀ということで結構使われてるっていうことですね。で、王兵が逃走する場合、敵軍全体を中毒状態にする。ただし、余ダメージを減らすと。で、80% だったところが 66% になるということなんですけども、対象が1人増えるということになってますね。で、僕これパッと見た時に、そんな減らさんでもええやんって思ったんですよね。その、もともと王兵使うことないんだから、その、ここで減らさんとダメージが結構出るようにしてですね、バリエーションを増やしてくれたらなって思ったんですけども、逆にですよ、ここで数字を減らさな、ちょっとバランスブレイクになるような数字っていうことはですね、そのギリギリのラインとしてこの 66% っていう数字が出されてるということに他ならないと思うんですよね。そういうことは、その王兵を使う編成っていうのは割と強くなりうるということになってると思うんですよね。例えばまあ 80% のままで、そんなに強くないと。だったら減らすっていうことしないと思うんですよ。減らすっていうことは、その 80% だったら強すぎるっていう運営さんの判断やと思いますので、で、そこから減らすってなったらですね、強すぎるから弱すぎるにまでは減らさんだろうと、まあこんぐらいだったらいいんじゃないかっていうラインぐらいまで減らすと、それがこの 66% になってるという考え方に基づくとですね、王兵を使った編成って結構使えるんじゃないかというのがですね、その個人的な推理ということになってるわけなんですね。そしたら、どのような編成で使うのかというのもですね、確認していきたいんですけど、まずそしたら三聖人から考えていきたいんですけども、この無党飛軍を使うような三聖人の編成っていうとですね、ちょっと思い浮かばないことないですかね。なんでちょっと亜種としてですね、その白馬義獣なんかと照らし合わせつつどうかということを考えてみたらですね、リクソン三世なんかが面白いんじゃないかと思うんですよね。で、本来ですとリクソン諸葛亮サジで組むような編成なんですけど、リクソン王兵サジで組んでみても割と強いんじゃないかというふうに予想しております。で、リクソンには太平同胞と刮目相対で、王兵に三聖人と滑骨両毒で、サジにですね、混迷乱女と背中大という形にしております。
なんでこれはですね、諸葛亮を使わないということはですね、相手のアクティブ戦法を封じることはできないということにはなるんですけども、代わりに継承戦法を余分に一つ覚えさせることができるということになってますので、そこまで大差が出てこないんじゃないかと。もちろんこれ王兵のランクアップがしっかり進んでたらの話ですよ、というふうに判断してですね、白馬義中の場合はですね、アクティブ戦法の発動率が上がるということになっているので、壺にはまるとですね、こちらの方が火力が出るんじゃないかと思うんですけども、こういったその地力系の部隊なんで、無投飛軍での安定したダメージっていうのもですね、ちょっと捨ておけないかなっていう気がするんですよね。で、陸村三世と言いますと万能型になってるので、そこそこターン数相手倒すにかかるということになってるので、それも合わせるとですね、無投飛軍でも決して悪くないと。実際シーズン3からですね、陸村三世って登場したわけなんですけども、無投飛軍バージョンっていうのも結構見かけましたんでね、これは割と使えるんじゃないかと予想しております。で、もう一つ、これはですね、ちょっと亜種の亜種みたいな感じになってしまうんですけど、法政三世人からヒントを得た編成っていうのも考えてみたんですね。法政三世人と言いますと、法政を首相においてですね、で、固有戦法がアクティブ戦法で回復戦法ということになってるんで、これをバンバン打ってもらうことによってしっかり回復していくと。で、状態異常にもならないみたいな感じなんですよね。で、副将にですね、聴覚、これがメインアタッカーということになってて、もう一人の副将にですね、周体とか曹操とかロシクみたいなですね、そのメインアタッカーの火力を上げるような武将を置くということでですね、非常に強い編成ということになってるんですけど、これ縦編成なんですね。なんでここで王兵を法政の代わりに使うことによって、弓編成での聴覚三聖人みたいな感じにしたら割と強いんじゃないかと予想したわけなんですね。なんで、法政の代わりに王兵を入れるんですけども、首相はですね、聴覚に変えます。で、太平同胞と活目相対を装備させて、で、ロシクでですね、聴覚の火力をしっかり上げていくと。で、王兵の役割なんですけども、その法政がいないということは回復力っていうのが下がるということになってるんで、総戦釈戦なんかを覚えさせつつですね、イブ軍民も覚えてですね、その耐久力も上げていくみたいな感じですね。で、ロシクにもですね、残壁砲を覚えさせてですね、首相抜けを防ぐということでですね、これはですね、聴覚の火力代わりっていうところがありますよね。なんで、その天候付きの装備なんかはちょっと必須になるかなと思うんですけども、もしそれが叶うようであればですね、で、さらに聴覚の準備ターンっていうのがキャンセルされるっていうのが割と、回数多く出たとしたらですね、これはかなり火力が出るんじゃないかということでですね、亜種としては十分強いんじゃないかと予想しております。そしたら次は勢力一致の観点から見ていきたいんですけど、これはもう簡単ですよね。食の勢力で無投飛軍を使うと言いますと、生殖の地もしくはですね、麒麟弓っていうことになりますよね。で、そしたらまず生殖の力を確認していきたいんですけど、おそらくなんですけど、法政を外すパターンっていうのが一番ベターかなという気はしますけどね。なんで諸葛亮首相として、で、法統と、王兵という感じで組んでですね、で、法政の役割っていうのが回復だったので、で、あとその無投飛軍も覚えさせてたという形になってますので、その回復戦法、滑骨両毒を積んで、で、八門金鎖はですね、もともと法政も積んでたっていうことでですね、これで割と強いんじゃないかなと思いますけどね。法政である必要っていうのはですね、回復と状態異常を防ぐっていうところにありますんでね、もし王兵がしっかりランクアップしてるんであれば、ひょっとしたらこっちの方が強いかもしれないっていうところまで考えられると思いますね。で、もう一つ、麒麟弓なんですけど、麒麟弓の場合はね、ちょっと脅威を外すのか諸葛亮を外すのかっていうところでちょっと迷ったところがあるんですよね。なんですけども、やはりそうですね、諸葛亮を外した方が安定するんじゃないかなというふうに思いましたけどね。アクティブ戦法を封じることができなくなるので、そういった部隊に対するメタ部隊にはなり得なくはなってしまうんですけども、その分脅威の固有戦法とかですね、で、安定してデバフとダメージっていう感じで与えてくれてですね、で、王兵の無投飛軍でもしっかりダメージが与えられるということになると思いますけどね。で、その無投飛軍を本来ですと法統のところに覚えさせるわけなんですけど、これが外せますので、活目相対なんかを代わりに入れることによってですね、法統の耐久力が上がりつつ、で、さらに、ダメージもしっかり与えられるようになるということでですね、まあ、メリットデメリット当然、まあ、増えてくるわけではあるんですけども、諸葛亮を他に回せるっていうメリットも出てきますので、割とこの編成も強いんじゃないかというふうに予想しております。
はい、いかがだったでしょうか。今回は王兵を使った編成を考えてみたんですけども、ランクアップ重ねることができるのであればですね、この脅威砲塔王兵ですね、この編成は僕ちょっと組んでみたいなって思ってるわけなんですよ。っていうのがですね、一応その諸葛亮ですね、創生作戦に変えてから一切引けてないっていうことになってるので、キリンが組めないんですよね。なんですけども、その脅威なんかがですね、あと砲塔もですね、非常に優秀な武将なのに倉庫で遊んでるっていう形になってるので、すごくなんとかしたいって思ってるんですよ。そういう人僕だけじゃないかなと思うんですけども、そんな時にですね、王兵がしっかりランクアップが進んでるっていうことであればですね、ぜひちょっと試しに組んでみていただけたらと思いますけどね。僕残念ながら王兵もあまり引けてないので、その組むことはできないんですけどね。将来的にまあこの武将って割と引きやすい武将なんでね、バカバカ引く可能性っていうのは出てくるので、そんな時はですね、その諸葛亮の代わりに王兵にした編成っていうのはですね、組んでみたいなーなんて考えております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。